値段は疑え。はい、どうも皆様こんばんは。おはようございます、こんにちは。はい、ことパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。いや、1ヶ月過ぎるの早いですね。もう8月になってしまいました。月1恒例企画、やらせていただきたいと思います。毎月月初にですね、私が今一番おすすめしたい完全ワイヤレスイヤホンということでこの企画をやらせていただいております。それの2024年8月版を本日レビューさせていただきたいと思います。今月のね、イヤホンが、どんなものなのかね、もしね、気になってこの先も見たいなと思ってくださいましたらですね、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、あとですね、今日の動画がね、ちょっとでも、役に立ったよと思ってくださいましたらですね、よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとですね、高評価をね、いただければいただけるだけ私の動画作成モチベーションがバキッと上がりますので、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、それでは8月版やっていきたいと思います。皆さんぜひ私についてきてください。それでは早速いきましょう。はい、それではご紹介させていただきます。まずは外観の振り返りをやってみたいと思います。それでは行きましょう。はい、今月私がご紹介させていただく完全ワイヤレスイヤホンは JBL から出ておりますチューンビームという完全ワイヤレスイヤホンとなっております。お値段は Amazon で約1万2000円ちょっとですね。まずは外観の確認からしていきたいと思います。まずここにですね、3つLED のインジケーターがございます。で、正面に JBL というふうに、これは彫ってありますね。こう光を当てるとキラッとするんですけども、はい、で全体がこういう感じで、背中の方が平べったい感じですね。で、 JBL チューンというふうに書いてあります。で、くるっと一周しまして、下の方に Type-C の充電口がございます。で、上は特になしですね。で、中開けますね。はい、このような感じですね。はい、イヤホンを取り出しますとこのような感じとなっております。中の方はまあプラスチック感は否めないんですけども、まあ接続充電端子があるのと、下の裏側にちょっと文字がね、入っているっていうのが分かります。それぐらいですね。で、ケースはこれで終わりします。そうしましたら、はい、こちらがイヤホン本体となります。こちらにも、JBL と、しっかりと彫られております。光を当てるとキラッとしますね。まあ全体的な作りはプラスチック質感がちょっと否めないですね、イヤホン本体の方も。でもね、非常に軽い感じです。装着しててもね、長時間使用しても疲れないんじゃないかなというふうに思います。こう見てみますと、このような形ですね。この中にドライバーがあります。約 6mm 系ですね、小型なドライバーが搭載されています。で、反対側を見ますとこのような形ですね。まあずんぐりむっくりした形で、形はスティック型というふうになっております。で、イヤーピースを取りますと、はい、このような感じになっております。高さはまあ平均並みというところですかね。一般的なイヤホンとほとんど変わらないと思います。フィルターの方もしっかり入っております。で、ところどころ穴があるんですけども、こちら、ノイズキャンセリング機能、そして外音取り込み機能も搭載されております。はい、で、蓋を開けてイヤホンをしまうんですけども、こちらが R で、こちらが L で、カチッとしまいます。で、振っても落ちませんね。大丈夫です。しっかりと磁力もあります。はい、外観についてはこんな感じとなります。蓋の開け閉め通しますと、ここですね。LED のインジケーターが今光っております。この程度ですかね。はい。はい、外観の振り返りは、今の通りとなります。今月は JBL のご紹介をさせていただいております。JBL といえばね、つい最近ね、私の方もレビューさせていただいたんですけども、こちら、はい、ディスプレイがついている
こちらがですね、JBL のライブビーム3ですね。私も購入して今、愛用しております。これもきっかけでもあるんですけども、やっぱり JBL の音は素晴らしいので、ぜひ皆さんにご紹介したいなと思って、今月取り上げさせていただきました。それではですね、今月ですね、私がご紹介させていただきたいと思っているこのチューンビームに関する製品概要を、振り返っていきたいと思います。それでは皆さん一緒にいきましょう。はい、外観の振り返りは今の通りとなります。はい、そうしましたらですね、今月ご紹介させていただくこちらのJBL チューンビーム、こちらの製品概要を見ていきたいと思います。それでは皆さん一緒にいきましょう。はい、それでは製品概要を見ていきたいと思います。 JBL Pure Bass Sound プラスアクティブノイズキャンセリング機能ということで、小型設計でありながら約 6mm 系のダイナミックドライバーを搭載、 JBL が誇る豊かな低音 Pure Bass Sound を楽しめます。左右のイヤホン本体に各2個、合計4個のマイクを搭載、2つのフィードフォワードマイクによるアクティブノイズキャンセリングと外音取り込み機能を実現しております。人の声と環境ノイズを区別しながらクリアな音声通話が可能です。電話はもちろん、リモート会議などのシーンでも円滑な相互コミュニケーションができます。 JBL チューンビームはショートスティック型を採用しているため、耳にフィットし軽快な装着感が得られやすい設計です。これまでワイヤレスイヤホンがフィットしづらいと感じていた方にもおすすめです。JBL ヘッドフォンズアプリに対応しております。自分好みにカスタマイズすることができます。イコライザーの設定ですとか、コンテンツに合わせて通話品質を最適化、スマートオーディオ&ビデオモードを搭載しております。また、通話中の自分の大きさを調整するボイスウェア機能ですとか、音声アシスタントにも対応しております。またイヤホン本体を探すという機能も搭載されております。イヤホンのタッチ操作も簡単にカスタマイズすることができます。左右のイヤホンにそれぞれ再生コントロールや音量調整、外音取り込み、ボイスアシスタントなどの自分の好きな機能を選択の中から割り当てることができます。自分好みのイコライザーを作成することができます。ジャズ、ボーカル、バスなどあらかじめプリセットされたものはもちろん、自分好みに合わせて波形を変えてオリジナルイコライザーを作成することができます。また2台のデバイスを同時接続できるマルチポイント接続に対応しております。まとめるとこのような形になります。アクティブノイズキャンセリング対応、最大約48時間の長時間再生、本体と充電ケースを含めてです最大で48時間再生することができます。専用アプリに新対応で自分好みにカスタマイズすることができます。 IP54 の防水防塵対応となっております。またマルチポイントに対応しております。また15分で4時間使える急速充電に対応しております。片側使用も可能なデュアルコネクト対応となっております。ボイスアシスタントにも対応しております。次世代 LE オーディオ対応予定、 Bluetooth はバージョン 5.3 となっております。以上がですね、簡単ですけども、製品概要となります。はい、製品概要は今の通りとなります。それではね、早速、8月版レビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。 JBL チューンビームの
おすすめポイントなんですけども、こちらになります。まずアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しております。効果はレベル的に言うとマイルドな感じに仕上がっております。なのでノイキャンが苦手な方でもいけるのではないかなというふうに思っております。そしてアンビエントアウェア、トークスルーという2つのモードがある外音取り込み機能を搭載しております。自然で必要十分な性能になっております。そして豊かな低音が特徴で、この値段にしてしっかりとザ・ JBL サウンドを体現できております。製品概要でも述べましたけども、約 6mm 系という小型なダイナミックドライバーではありますけども、そのサイズ感を感じさせないほどの迫力のある音を実現してくれております。解像度も高くてですね、ピュアベースの性能をしっかりと感じることができます。また iOS でも Android でもいい音となっております。対応コーデックは SBC-AAC なんですけども、 iOS でも AAC でしっかりといい音になってくれます。帯域構成を見てみるとですね、1つ目豊かな低音域、2つ目比較的近くに定位しているボーカル帯域とクリアさが魅力的な中音域、そして3つ目、こもらずフェードアウトする抜け感の良さと力強さを感じられる高音域という、帯域構成になっております。その他便利な機能としまして、マルチポイントを使うことができます。また最大約48時間再生可能な超ロングバッテリーとなっております。 IP54 という高い防水防塵性能を備えております。また次世代 Bluetooth コーデックの LE オーディオの LC3 に対応予定となっております。そしてあとは装着感の良さ、最後は高コスパであること、以上がですね、こちらの JBL チューンビームのおすすめポイントとなります。ただいま本日ご紹介させていただいている完全ワイヤレスイヤホン JBL のチューンビーム、こちらの音声を検証しております。マイクの音声はいかがでしょうか？明瞭でしょうか？どのように届いておりますか？こちらが JBL のチューンビームの通話品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。2024年8月今月版のレビューは以上とさせていただきます。本日もですね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。今日の動画がね、少しでも役に立ったよと思ってくださいましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとね、高評価をねいただけるだけでも私の動画作成モチベーションバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、ということで今月もやりきることができました。ありがとうございました。毎月ね、何をご紹介しようかなって楽しみにしているんですけども、このシリーズもようやく1年を超えております。ぜひね、変わらずね、続けていけたらいいなと思っておりますので、その際にはぜひ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで8月版はここまでとさせていただきます。皆さんとはですね、次回9月版でお会いしたいと思います。お互い素敵な音楽ライフを送っていきましょう。仕事に、学校に、また子育てや家事などね、皆さん大変お疲れ様です。いつも音楽でね、癒しを得ながら日々を乗り越えていきましょう。私もそうさせていただきます。はい、皆さんお疲れ様です。そしてこれからも頑張っていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら、バイバイ。